はい、皆さんこんにちは、リュークリューです。今日はですね、2021年航空業界の現状とこれからどんな風になるんやろうっていうね、私の推測を皆さんとシェアしたいと思います。以前ですね、2020年航空業界現状っていう動画を作らせていただいて、その時とね、私自身の状況はほぼ変わってない状況です。なので私自身は今もレイオフ状態でございます。会社に属してはいるんですけれども、もうフライトがない状態です。で、フライトアテンダント、客室乗務員はですね、1年に1回乗務資格の更新トレーニングを受けないといけないんですね。そうじゃないと、国からの、国からの資格というか、もう国のね、航空局が定めているものなので、それをしないと絶対飛べないんですね。ということで、私は入社が11月頃だったんで、毎年10月ぐらいに、その乗務資格のトレーニング毎年受けてました。で、私の場合は去年の11月頃に今の会社で6年目を迎えたわけなんですけれども、その6年目の乗務更新トレーニング受けれてないんですね。今こういう状況なので、トレーニングセンター自体は会社にやってるんですけれども、会社がもしね、クルー不足です、フライト増やしますってなった時に、戻ってきてくださいって言われたとしても、私たちはまずですね、乗務資格のトレーニングを受けてから戻るような形になります。入社した時のトレーニング、イニシャルトレーニングって言うんですけど、1ヶ月ぐらいあるやつ。それをね、丸々同じことするんじゃなくて、ちょっと2、3日で多くなるだけだとは思うんです。1週間ぐらいなのかな。5日ぐらいのトレーニングを多分、戻る時に受けないといけないんですね。それもストレスなんですけどね、その前にまず呼んでくださいってね、呼び戻してくださいよって話なんですけれども、今ね、なかなか厳しい状況でございますね。はい、ということで、2020年はもう私もなかったことにしようと思ってます。で、2020年はですね、もう皆さんご存知の通り、航空業界にとってはね、特に大きな、明るいニュースっていうのはなくて、2021年に突入したわけです。はい、で、ワクチンの接種がね、いろんな国で始まったりとかして、ちょっと明るい兆しも見えてきたかなっていうところだったんですけど、ここに来てね、また新種のウイルスとかが出てきているので、ちょっとまた厳しい状況になっておりますし、日本国内でもね、感染がすごく広がってて、私もすごく心配なんですけれども。で、日系の航空会社さん見ますと、大手さんがですね、今年予定していた国際線の便数を 50% も半分まで減らすっていうニュースがあったりだとか。で、一方、私の勤めている航空会社のあるカナダなんですけれども、去年ぐらいまではですね、一部の国、近くの近隣の国が、カナダ人来てもらって大丈夫ですということで、リゾート地とかが多いんですけれども、カナダ人の入国が、カナダからの入国が OK になってた国がありまして、そういった就航地に暖かい気候を求めて、結構多くのカナダ人がまた渡航してたりしたんです。それに合わせて、うちの航空会社とか他のカナダの航空会社も国際線がちょっとずつ増えていっているような状態だったんですが、最近になりまして、カナダ政府が新たな措置を取りましてですね、カナダに入国する、カナダに来る全ての飛行機に搭乗する人は、搭乗前に CPR 検査を受けて陰性であることを証明してからじゃないとカナダ行きの飛行機には乗れないっていう、そういった新しいルールが決まったんですね。国によってはですね、そういった PCR 検査が簡単に受けれないような場所もあるわけです。地元の方でさえなかなかその PCR 検査が受けれないような、そういった国で無症状の観光客がいてですね、症状はないけれども飛行機乗るために PCR 検査を受けさせてっていうのはね、なかなか難しいような状況があると思うんです。そういったこともあるんですけれども、カナダ国内の感染を広げないために、カナダ政府は新しいそういったルールを決めたわけです。そうなったわけで、カナダ人の国外に暖かい空気を求めていくような旅行者もぐんとまた減りまして、それによってですね、ちょっと徐々に増やしていってた国際線の便がまた今減ってます。ドーンと減便になりました。で、今ちょこっと起きているのは、私のようにレイオフ、休職状態になっていたクルーをですね、国際線ちょっと増便してたんで、去年は。で、その時に呼び戻しかかったクルーがいます。なので、シニアって言って勤続年数長い人から順に呼び戻されていくんですけど、一部の勤続年数長めの方が呼び戻されたんですね、去年。これからちょっと国際線を増やしていく、ちょっと明るい兆しが見えてたので、呼び戻されたクルーがいたんです。しかしですね、さっき言ったように、このカナダ政府が取った新しい措置でですね、旅行者がまたガンと減りまして、これから先もね、この措置がある限りはなかなか増えない、そういう増える見込みがないということでですね、一度計画されてた国際線の、その増便分がまた減便になったりとかして、一回呼び戻されたクルーがまたレイオフ、また休職状態に戻ったっていうようなね、状況もありました。ということでね、2021年新しい年になったからからってね、ポジティブなニュースがいっぱい入ってくるというようなことはね、今のところ航空業界では見えていないです。一つですね、カナダの航空業界で明るいニュースがあったといえばですね、最近ボーイングの737 MAX
って皆さん覚えてらっしゃいますか？何年か前にですね、新しくラウンチした、まあ、737シングルアイルの、まあ、ちっちゃめの航空機、まあ、6時間ぐらい飛べる飛行機なんですけれども、その飛行機の最新型 737MAX っていう飛行機があったんですが、悲しいことにですね、2件の、まあ、墜落事故がその MAX で発生しまして、原因究明のためにですね、一度その 737MAX の運航が停止されたんですね。で、製造元のボーイング社とか、あとアメリカのね、調査機関とかがですね、まあ、原因を追及していたわけですが、まあ、ついにですね、カナダ国内では本当につい最近1月に入ってから 737MAX の運航が再開されました。なのでカナダの航空会社でね、 MAX を保有していた航空会社はまたその飛行機を使って運航することができるようになりました。これはですね、明るいニュースです。この今の状況、旅行者がねガクンと減ったり、このする前はですね、まあ、航空業界、北米の航空業界の一番のこう悩みというか問題はその 737MAX の運航停止だったんですよ。これがいつ再開するかということで、その頃はねもう旅行者がまだ全然いたので、需要がたくさんあった時期なので、飛行機をね早くもっと飛ばさないとって、もっと新しい飛行機入れていっぱい飛ばさないとっていう時だったんですよ。その時にその MAX のね事件があって、 MAX 運航停止になっちゃったから、結構多くの航空会社がですね、もっと飛行機飛ばしたいのに飛ばせないっていうような状況だったんですよ。だからそこが問題だったんですがね、もうガーンとこの今状況になって、旅行者が減ってね、今は逆に飛行機が多すぎるということで売却しないといけないっていうような状態になって、その MAX のニュースがねもう報道されなくなって久しかったんですが、久しぶりにこの1月になってその MAX が戻ってくるというニュースがありました。で、先ほどちらっとお話ししたんですけれども、航空機のね退役っていうのもすごく今いろんな航空会社で進んでいて、今ね、もう余剰な航空機がたくさんあるわけです。もう減便減便で、もともと予定していた便数のもう半分とかになっている状況なんで、飛行機がもうあまりに余ってるわけですね。で、飛行機ってやっぱ持ってるだけでもお金がかかるそうです。やっぱメンテナンスとか、もうただ放置しておけばいいわけじゃなくて、あんだけ精密なものですから、やっぱりね常にメンテナンスはしないといけないから、そのメンテナンス費であったりとか、飛行機あの大きなものをね駐機する、その止めておく、そのお金、駐機料っていうのもいりますよね。ということで、まあ飛行機とにかく持ってるだけでコストがかかるそうです。まあそういった中で、やっぱり飛行機をね、もう古い飛行機から退役させていくっていうのがいろんな航空会社で進んでいて、私の航空会社でもそういったことをしているそうです。ということで、もう本当にね、航空業界相変わらず厳しい状況が続いておりますけれども、まあカナダではですね、ワクチンの接種が始まっております。医療関係者の方とか、高齢者の方とか、まあ、ね、優先的に接種が始まっているんですけれどもですね、接種がですね、そのスケジュール通りには進んでいなくって、ちょっと遅れているそうです。それも最近ニュースになっていたんですけれども、国民の大半がですね、ワクチン接種、まあ、完了するのはいつ頃になるのかなっていうのもすごく気になるところではあるんですけれども、まあ、カナダのね、旅行のピークって一回ね、春休みの頃にもあるんですね。春っていうのはね、結構家族で旅行される方とか、学生の旅行の方とかね、結構いらっしゃるんですね。なので、まあ、旅行業界として忙しい時期なんですけれども、今年はですね、もう1月も終わりかけになりましてね、2月、3月と、もう通常であれば3月ぐらいからまた旅行客の方が増えてくる頃なんですが、今年はちょっとね、どうでしょうかということでございます。本当にね、こうやって現状をお伝えする中で、もっともっと明るいね、ニュースをお伝えできるようになればいいなと思うんですけれども、今のところはですね、やっぱり2020年から引き継いでですね、ちょっと航空業界にとっては厳しい状況が本当に続いております。もうね、今本当に多くの航空関係者がもう何よりもですね、もう本当にその会社存続、もうそこがまあ一番ですね。自分が仕事に戻りたいのもありますけれども、とにかく今はもう会社に踏ん張ってもらって、本当にこの厳しいね、冬を乗り越えないといけないというふうに感じております。で、今現在もですね、フライトに乗務してくださっているクルーの皆さんには本当にもう頭が上がりません。こういうね、リスクのある状況の中でですね、本当に会社のために飛んでいただいている、本当に感謝でいっぱいです。まあ、うちの会社はレイオフされているクルーの方が大半なんですけれども、レイオフされている身としてはですね、まあ、とにかく今乗務してくれているクルーに本当に感謝の気持ちを持つこと、そして、まあ、本当にね、一刻も早くこの状況が良くなることをもう願うしかないんですけれども、で、航空業界をね、目指されている方、そして、まあ、就職活動されていた方、今のこういう本当に厳しい状況を目の当たりにしてね、すごくまあ気持ちが落ち込んだりとかですね、本当にお辛い状況にあるかもしれませんけれども、まあ、私たちも本当にそうです。今フライトがね、もうなくて9ヶ月、10ヶ月経っているような状況で、もう本当にいつ戻れるんやろうって、この状況の先が見えなくてですね、やっぱりどうしても不安になったりすることも
ありますけれども、まあ、航空業界というか飛行機はね、絶対これからも飛び続けると思いますし、こんだけ今社会がグローバルになって、家族がね違う国に住んでたりとか、私のようにカナダに住んでて日本に家族がいたりとか、もうそういったことが今当たり前の時代ですし、旅行もねそんな大昔とは違っていろんな方が普通に旅行に行けるような時代ですから、本当にこの感染症さえ収束すればですね、また以前のような航空需要は必ず戻ってくるって信じておりますし、多くの航空業界の人たちはそういうふうに信じて今頑張っているところだと思います。ということで、今回ちょっと真剣なお話、あまりね明るいお話ができなくて本当に申し訳ないんですが、まあ、現在のカナダの航空業界の現状というのをお伝えさせていただきました。本当にね、日本でも感染者数がちょっと減ってきているようではありますけれども、また新型とかいろいろね、本当に日に日にね状況変わってきてますので、どうぞ皆さんステイセーフでお体気をつけて、まあ寒暖差とかにもね十分気をつけてお過ごしください。カナダはですね、最近暖かい日も増えてきて、ちょっとずつね日も伸びてきました。前まではもう夕方4時過ぎたら真っ暗だったんですが、最近5時半ぐらいまではねちょっとまあ薄明るい感じで持つようになってきましたので、ちょっとね春が見えてきたかなっていう気がしております。ということで、本日も動画最後まで見ていただきまして本当にありがとうございました。また次回の動画でお会いしたいと思います。それでは皆さん、バイバイ。